往復の旅人山と日の問題をやっていきます。右手にピース、左手にピース、ダブルピースで英雄あゆです。どうもこんにちは。それでは早速問題の解説に入っていきたいと思います。今回扱う往復の旅人山について、まず必要な知識があるので、ちょっとそちらをご説明いたします。第一志望に向けてレッツゴー。2つあります。1つ目、速さの公式についてなんですけども、私が使う速さの公式は基本にこれです。速さ×時間は道のりってやつ、これ一択です。この速さと時間と道のりの頭文字を取って、はじみちゃんの公式とかって言ったりしてます。で、もう一つちょっと必要な知識が、1往復っていう言葉が出てくるんですけども、1往復っていうのは行って帰ること、これを合わせて1往復と言うんですけども、ちょっとこれだと説明がしにくいので、この1往復のことを片道が2つっていうことから、二片道とかっていう風に言ったりします。もちろん行きだけなら一片道、帰りだけなら一片道というようなお話になります。まず最初にやっていく作業は図を書くことになります。今回アディは A 地点、ルディは B 地点から同時に出発し、 AB 間を1往復します。2人は途中で2回出会ったっていうような条件がありますので、このような図をまず書いてあげましょう。A 地点と B 地点は端に設けまして、1回目に出会ったところを C、 2回目に出会ったところを D とします。で、この CD 間は 600m っていうようなヒントがありますので、それも書き込みました。次にアディとルディが1回目に出会ったところについての図を書いてみましょう。これは2人の歩いた道のりを合わせるとちょうど1片道ということになります。そしてさらに図形を付け足していきまして、1回目に出会ったところから2回目に出会ったところだけをそれぞれについて抜粋してみましょう。するとこのような図になります。これはですね、2人合わせると何片道になるか分かりますか？答えは2片道ということになります。で、先ほどの1片道とこの2片道を合わせまして、結局2人は2回目に出会うまでに3片道歩いたということがわかります。ここまで必ず状況整理をしておきましょう。続いてこちらの図はアディとルディそれぞれが出発してから2回目に会うまでっていうのを表した図を色分けしてみました。で、2人の速さに注目してあげると、出発してから1回目と出発してから2回目に出会うまでの速さっていうのはそれぞれ一定ですよね。変わってないですよね。で、この次、これがねちょっと難しいと思うんですけども、2人の時間の日、歩いた時間の日ですねっていうのはちょうど道のりの日と同じということが言えます。よって時間の日っていうのは1対3になりますよっていうことが言えるんですけども、これをもうちょっと分かりやすく説明したのがあのはじみちゃんの式になります。こちらの図は縦にはじみちゃんをとって、状況として、出発してから1回目と出発してから2回目についてをまとめた図です。こちら1回目に出会うまで2人とも速さは一定で、それに時間をかけてあげるとちょうど一片道になりますよっていうことになりますから、このような図になります。続いて2人の出発してから2回目の図になりますけど、これはそれぞれ速さが一定です。で、それに時間をかけてあげると三片道になりますよっていうお話だったので、この三角と三角同士のところにここに1、ここに3というのが入ってきます。1回目に出会うまでにかかった時間っていうのは確か5分でしたよね。5分、ここ5分で、こっち側も5分。1回目に出会うまでと2回目に出会うまでの時間の日っていうのはちょうど1対3、よって1対3のこの1の部分っていうのがちょうど5分でしたよね。で、求めたいのはこの3のところが何分になるかっていうようなお話だから、 x イコール15分ということになりまして、2人が2回目に出会ったのは出発してから15分ということがわかります。括弧1番の解説はこれで以上になります。括弧2番は次の動画で解説いたしますので、そちらも合わせてチェックしてください。本日もご視聴いただきありがとうございました。
今日の動画がいいと思ったらグッドボタン、チャンネル登録、どうぞよろしくお願いします。それではまた。じゃあね。